もこんにちはラテハンです。岡田監督の発言からファースト大山選手、サード佐藤選手のようにある程度開幕時のポジションが決まり始めているように感じます。そしてまだ決まっていないポジションはショート小畑選手、木浪選手など、レフトノイジー選手が濃厚、そして一番の大混戦が予想されるライトです。そのため当動画ではライト候補となる選手の紹介と誰がなり得るのかをまとめた動画になります。当チャンネルは阪神タイガースについての動画を投稿しているため、ぜひチャンネル登録をお願いします。おん、それではファンの方500人にとったアンケートを紹介します。投票していただきありがとうございます。4位島田海里選手。島田選手が得票率 6% で4位という結果になりました。2022年に頭角を現した島田選手は1軍で123試合で339打数で82安打、0本塁打、17打点、打率264、 OPS602 となっています。またフェニックスでは29打数で13安打、0本塁打、7打点、四死球に、三振後、打率448、OPS967 となっています。盗塁も21個決めており、2022年は予想以上の活躍を見せてくれました。岡田監督は島田選手について、1軍で絶対に必要な選手だけど、レギュラーまで取れるかと言うたら、今のままでは、まだレギュラーは取れんよ。俺は30盗塁をする選手が、3人はいらんと思うな、まずは打たんと、とあまり評価はされていないようです。というのも1軍で480打席立ってホームランが0、打率264に対して出塁率が303と、打率に対して出塁率が少ない印象です。また左打者では板山選手が一番いいと発言しているので、春のキャンプでどれくらいアピールできるかによると思います。3位、井上康太選手。井上選手が得票率 13% で3位という結果になりました。3年目となる今年は1軍で2試合に出場し、5打席で0安打と活躍ができませんでした。2軍では110試合で432打数96安打、11本塁打、70打点、打率222、 OPS628 となっています。またフェニックスでは74打数で11安打、2本塁打、9打点、四死球8、322、打率167、出塁率257、長打率288、OPS545 となっています。ボールを遠くに飛ばす力は他の選手にはないものがあり、三振数を減らして率が上がるだけで、ものすごい選手になるのは間違いありません。岡田監督は井上選手について、井上もすごい飛距離というか長打力がある、前川と井上2人は楽しみになると話しています。また2月から行われる春のキャンプでは1軍の切符をすでに掴んでおり、オフには巨人の岡本選手と2年連続の自主トレを行うことを表明しています。2位、前川右京選手。前川選手が得票率 26% で2位という結果になりました。プロ1年目の今年は1軍での出場はありませんでした。2軍では21試合で64打数15安打、3本塁打、7打点、三振8、打率250、 OPS731 となっています。2度の故障と怪我に悩まされた1年でしたが、少ない打席数で3本塁打など長打力はすごいものを持っています。フェニックスでは怪我明けを考慮され、全試合 DH で出場しました。61打数で18安打、2本塁打、11打点、四死球3、三振8、打率295、出塁率313、長打率475、 OPS789 となっています。高卒1年目としては十分すぎる活躍をしてくれました。フェニックス最終戦では同点となるホームランを含む4打数2安打を放ちました。
岡田監督は前川選手について、そらもうドラフトで取った時からこいつはええなと思ってたよ。おん、高校から1年目の選手やからな、レベルではもっと上の年代の選手に見えると高く評価しています。井上選手と同様に2月から行われる春のキャンプでは1軍の切符をすでに掴んでいます。岡田監督は肩が弱いことを少し指摘していますが、オリックス時代に高卒新人の俊太選手を開幕スタメンに起用した経緯もあるので、前川選手がスタメンになってもおかしくないですね。そして得票率が半分以上を占めたのが1位森下翔太選手。森下選手が得票率 26% で1位という結果になりました。2022年のドラフト1位で阪神に入団しました。中央大学時代の4年間は78試合に出場し262打数で63安打9本塁打36打点四死球53三振71打率240 OPS780となっています。4年生の秋は12試合に出場し40打数で10安打1本塁打5打点四死球91三振9打率250 OPS 806となっています。岡田監督は森下選手について、もう少し小柄だと思っていたんですけど、92キロかなんかで大学時代に体も大きくなって、打つだけじゃなく守りも走力も含めて均整の取れた良い体をしているなというのが第一印象ですねと話しており、森下選手は2月からの春のキャンプで一軍メンバー入りは決まっています。先日行われた新人合同自主トレでは右足のコンディション不良で別メニューとなっていましたが、軽傷のため2月11日の実戦にてデビューすることが明らかになっています。それではいただいたコメントを紹介します。まず前川や井上が去年の島大城に打てるかというのが大いに疑問。前川は広い甲子園なのに肩が強くない外野手、しかも左打者、入る球団を間違えてる。井上は一昨年から成長してないし怪我が多い。爆発する可能性はあるが、爆発しない可能性の方がはるかに高い。島田はいい選手、前川や井上より打てる可能性は高い。が、この選手がレギュラー得るようでは、今年の打線も苦しい。森下はドラ1で優先的に使われる可能性が高い上に肩も強い。長打を打てる右、と、監督の希望も満たしてる。森下がダメな可能性もあるが、近年の阪神のドラフトを見てるとちゃんと活躍する可能性も十分にある。少なくとも前川や井上よりは期待値は高い。一番困るのは前川、井上、森下が全部ダメなこと。やはり長打を打てるセンスというのは魅力的ですよね。島田選手は2022年にある程度活躍したという実績があるので安心な部分はありますが、長打率が299と物足りなさを感じます。単打の場合、最低限セカンドにランナーがいないと点が入りませんが、長打となるとファーストにランナーがいれば点が入る確率が上がります。そのため井上選手、前川選手、森下選手の誰かが長打を打てる打者として活躍してもらえれば得点率も上がるので、どうなるのか楽しみですね。以上となります。岡田監督は生え抜きの若手選手に出てもらわないと困ると発言していることから、2023年の今年はどんな選手が起用されどんな活躍をするのか楽しみですね。皆さんが思う開幕ライトをぜひコメントで教えてください。最後まで見てくださってありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価やコメントがモチベーションアップにつながっているため、そちらもよろしくお願いいたします。